やっぱりクラブでもかかるんで、うん。うん。あの、MC するときは、ちょっと口を真似しながら、こう、こうちょっとうまくできないけど。そういうのをやってると。ね、だ多分、誰も知らない事実だったんじゃないですか、今の。誰も見てないですね。誰も見てないですよね。Hey, what's good? It's your boy, S to the H. Oh, and you're now watching Hip Hop で学ぶ英語チャンネル。Yes, it's Sama Yuki, baby! はい、ということで、また今回もお届けしていきます。英文法のシリーズですね。はい。なんですけれども、まあ、これまで関係代名詞を結構長くいろいろやってきてるかなと思います。主格、はい、目的格、所有格。あと、前回の前置詞と、関係代名詞がくっついたパターンという新しいパターンをやりました。うん、で、今回もまた新しいパターンをちょっとやるんですけれども、今回ですね、うん、今までとちょっと意味合いがちょっと異なってくる。意味合い。関係代名詞になってくるんです。どういうふうに意味合いが異なるかっていうのは、まあ、実際の文を見ていただくのが一番早いかなというふうに思いますので、どうした？見ていきましょう。ホワイトボードを共有します。はい、今回出している曲なんですけれども、ファボラスのレモンアップル、ケビン・ハートを、フィーチャリングした曲ですね。で、出てくる、曲が、一節が、All I'm thinking about is Nike's basketball and my girlfriend, who at the time was Tia Williams. 長いですね、ちょっと。長いな。ちょっとパッと見わかんないかもしれないんですけれども、うん、まあ、そんな選んでいきます。はい。ファボラスね、まあ、2000年代、中盤ぐらいからですかね、すごいこう、活躍してて、でも今もやっぱいけてますよね。去年もアルバムでかっこいいし。うん。やっぱりクラブでもかかるんで、うん。うん。MC するときは、ちょっと口を真似しながら、こう。ちょっと上手くできないけど。そういうのをやってると。多分、誰も知らない事実だったんじゃないですか、今の。誰も見てないですね。誰も見てないですよね。もう本当、俺一人のもう自己満足、うん。なんで、これからですね、まあ、今後、まあ、アベマミックスでもいいですし、あるいは、クラブでもいいですけれども、ゆきとくんが、MC してるところを見る機会のある方がいらっしゃいましたら、その口ね、注目。そう。まあ、これやってるのをちょっと、見て、あ、やってるなというふうに思ってあげてください。はい、優しい目で、優しい目でやってんだなっつって、はい、コラスになりたいのかなって。かっこいいもんね。かっこいいですよね、やっぱり、ね、イケメンですよ。うんうん、はい、ということで、もう一回ちょっと見ていきますが、All I'm thinking about is Nike's basketball and my girlfriend, who at the time was Tia Williams ということになります。はい。これ実は関係代名詞一個、うん、復習も含みます。お。復習、うん、復習が復習するような箇所が1箇所あるんですけれども、これどこかっていうと、ちょっとそれは先に言ってしまいますね。はい。 All、 全てっていうのを、うん、I'm thinking about っていう、これで就職してるんですね。なるほど。はい、はいはい、私が考えている全てっていう感じで、うん、まあ、これ就職してる。まあ、これ about って about なんで、うん、think about 何々で何々について考えるんですよね、うんうん、だから私が考えているすべて、うん、っていうのは何かっていうと、っていうので、これ is、うん、is の後にこれが出てくるということになります。わ、うん、かりますかね。で、あ、そうで、これちょっと豆知識なんですけれども、うん、前回ね、in which みたいな感じで前置詞を伴うときっていうのは、that、が使えませんっていうのをやったと思います。はいはいはい。今回ですね、逆のパターンなんですけれども、これ、まあ、目的格の関係代名詞なんで省略されていますが、うん、もしこれに関係代名詞を挟むとすると、うん、who もダメだし、うん、which もダメで、うん、that じゃなきゃダメなんですよ。うん。あ、なるほどね。ね、あ、そうなの。who はダメ。which もダメ。which もダメ。ダメか。そう。で、that じゃなきゃダメと。うん、こいつだけが旋回正解ということになるんで、うん、ちょっとね、オールが、前置詞、前置詞じゃない、先行詞となった時っていうのは、まあ、こういう制約が生じますよ、うん、と
ということをちょっと覚えておいてください。うん、オール以外にも実はあるんですけどね、エブリティングとか、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、まずは今回オールだけ覚えておいていただければ大丈夫かなと思います。わかりました。はい。はい、で、私が考えているすべてっていうのは、うん、ナイキとバスケットボールと、うん、それから My Girlfriend、私の彼女ですと、うん。で、私のガールフレンドっていうのが、この後、Who at the time was Tia Williams ということで、就職されています。うん、で、まあ、これも普通にこう見たら、多分、at the time っていうのが、ちょっと邪魔に見えるかもしれないですけど、その時は Tia Williams だったというふうなことを言ってるんですね。うん。そう、at the time、この位置にちょっと挿入されてるんですけれども、まあ、ちょっと括弧でくくってみてあげてください。そうすると、その人っていうのは Tia Williams だったんだよというふうに言ってる。うん、で、まあ、それを、まあ、at the time。まあ、これ、ある意味、副詞句ですね。ある意味というか、副詞句。その時は、ティアリ・ウィリアムズだった彼女というふうなことを言っているんですが、うん、これまで扱ってきた関係代名詞と、なんか、ちょっと違うところってないですか？違うの？うん。まあ、同じように、これ。資格の使い方じゃないんですか？資格の使い方です、これ。資格です。うん、なんで、そこは合ってると思いますが、うん、すごい細かいところにちょっと目を向けてください。なんだろう、開業しちゃってるからちょっと分かりづらいかもしれないけれども、ふうの前ですね。ふうの前、my girlfriend? そう、my girlfriend の、うん。カンマ？そう。うん。こいつがあるんですよね。はいはいはい。で、これが何かっていうと、うん、これまで、やってきたような関係代名詞っていうのは、うん、まあ、例えば、もうちょっと分かりやすいように日本語でこうやりますけれども、うん、なんだろうな、昨日飲んだ水とかってあったとして、うん、これって、うん、水っていうのは、ま、いろいろある中で、でもそれを、その中で意味を限定して、昨日飲んだ水みたいな言い方をするじゃないですか。うん、うん。こう、意味を、昨日飲んだっていうのから水に向かって、意味を限定しに行ってるわけです。はい。制限しに行ってる。うん。まあ、これ、カンマがない、ない場合はこういうふうな使い方なんですけれども、これを制限用法って言います。うん、制限用法。関係代名詞の制限用法、うん、で一方でこれ My girlfriend 俺の彼女って言った時っていうのは基本的にはこれってまあもしかしたら彼女がこう3人4人いる人もいるかもしれないんですけれども、うんうん、まあファボラスだったらいるかもしれない、うん、まあ基本的にはまあ1人だというふうに考えた時に、うん、その1人っていうのはっていう感じで、うん、意味を限定しに行くんじゃなくて、後から補足説明してる感じ。ああ、なるほどね。これ、前、いろんなガールフレンドがいる中で、こういうふうにこう意味をかん、限定しに行くんじゃなくて、うん、最初にもうこういうふうな人ですよって言ってしまった後で、うん、そいつを説明、後から加えている。うん、そういう場合に、このカンマを使ったものが使われるということになります。うん、で、これをですね、非制限用法ですね。これは要はその制限するんじゃなくて後から補足説明をしているに過ぎないからと、うんうん、いうことです。これが、今まで使ってきた関係代名詞とのちょっと違う部分、うん、今までは意味を限定しに行って制限しに行ってたから、まあ、制限用法なんですけれども、今回のはもっともっとそれがあってそれを後から補足説明しているに過ぎないということで、うん、非制限用法、まあ、その場合はこのカンマが使われるということになります。はい。なんで、まあ、これ、最終的に意味どういう風になるかっていうのをもう一回、こう、まあ、最初から見ていきますと、all、すべて。で、どんなすべてかっていうと、うん、I'm thinking about。私が考えているすべてっていうのは、うん、is Nike's。Nike と basketball。バスケットボールと、うん、and my girlfriend。それから私の彼女です。で、その彼女っていうのは、who at the time was Tia Williams。その当時、Tia Williams だった彼女ということです。うん。なるほど。そういうことです。ティア・ウィリアムズ。
ティア・ウィリアムズ、どんな人なんですかね。ね。はい、ということで、ちょっとまあ、こういった形で、制限するパターンと、非制限のパターンと、にじれるパターンがありますよということを、今回は覚えて帰っていただければというふうに思います。はい。はい。わかりました。じゃあ、最後、この曲、この曲じゃない、この一節も、repeat after me で終わりたいと思います。はい。いきます。All I'm thinking about. All I'm thinking about. Is. Is.Nikes. Nikes. Basketball. Basketball. And my girlfriend. And my girlfriend. Who at the time? Who at the time? Was Tia Williams. Was Tia Williams. All I'm thinking about is. All I'm thinking about is. Nikes. Basketball. And my girlfriend. Nikes. Basketball. And my girlfriend. Who at the time was Tia Williams?Who at the time was Tia Williams? はい、ということで、読んでみました、はい、今回のこの曲もですね、概要欄に、リンク貼ってますので、そちらからぜひチェックしてみてください。はい、皆さんチャンネル登録もお忘れなくよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ではまた次回お願いします。ザコシカみたいなね。